ディーラー・ディーラー・インフィニティ・コリアは、日産自動車の高級車部門、インフィニティの韓国における販売を行っていた企業である。現在は、アフターサービスのみを展開。2004年2月に、韓国日産を設立。マーケットの状況と顧客の施行を検討し、2005年7月に、インフィニティブランド車の販売をスタート。その後、韓国の消費者の好みを予想し、 多様性とライフスタイルの2点を強調した日産ブランドを2008年11月より展開することになった。2015年4月にインフィニティブランドを独立法人化させる形でインフィニティコリアを設立し、日産ブランドと手元を分かつことで全般的な事業戦略とブランド拡張業務を独自に担当することとなった。ただし、 韓国市場における日産ブランドとのシナジー効果を最大限とするため、情報技術やファイナンスサービスなどの支援業務は韓国日産が引き受ける体系を維持する。2020年5月29日、日産ブランドとともに年内をメドに韓国市場から撤退することを表明。ただし、アフターサービスについては2028年まで提供する。 2016年11月現在の段階で、ソウルのプレミアオート、普山の SB オートモーティブをはじめとして国内に11店舗のみとなるため、同じルノー参加であり提携先でもある、ルノーサムスン自動車のディーラー整備網も利用している。2018年5月現在 Q70 と QX70 は3.0リットルディーゼルエンジン、Q50 は、 メルセデスベンツ製2.2リットルディーゼルエンジン搭載車の設定もあったが2017年4月現在は全て廃止されている。Q50 と QX60 はハイブリッドの設定あり。ありがとうございます。